はい、こんにちは、団長です。今日は住友金属鉱山の株価をいつもの通りチャートギャラリーにて観察していきたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。じゃあここにしましょう。はい、2008年12月26日の金曜日からスタートとなります。金曜日ですので、まずは週足の観察からしてみましょう。はい、こちらですね。下から赤、緑、青、紫といった週足になっています。逆パンパカパンになってから、底を打って上昇し始めているというような場面だと考えております。この後ですね、ここで一旦物別れが起こるか、この後緑の20日周線を抜くのかというところがポイントになってくるかと思います。はい、では日足の方に戻りたいと思います。はい、こちら日足ですね。日足の移動平均線で観察すると、下から青、緑、赤、紫といった状況になってまして、やはり紫と青の間に入ってますので、こちらについてはどちらにつくか、上に上るのか、また下落してしまうのかというのがなかなか分かりにくいポイントかと思います。で、今のこの状況だと、なかなか逆下半身とも下半身とも言えませんので、ここはエントリーせず見送りたいと思います。はい、では次の日行ってみましょう。月曜日ですね。月曜日、一応ここ下半身入りました。はい、団長が今検証動画で上げている、下から緑、赤での下半身になってますね。こちらなので、上がる確率が高いと思いますので、ここは紫、青の嫌なポイントですが、一旦打診買いをしてみたいと思います。はい、では次行ってみましょう。火曜日コマですね。水曜日抜けましたね。よかったです。やはりここの緑赤の下半身というのは、上昇する確率がかなり高いと思いますので、これはまた検証動画第2弾の方がありますので、そちらをご覧ください。はい、上がってきましたので、下から数えると1,2,3,4,5 ですね。紫越えをしてますので、もう少し様子を見たいと思います。次の日、火曜日ですね。コマになりました。もう一日我慢しましょう。水曜日、抜けてきました。木曜日、ここはどうですかね。もうちょこっと我慢かもしれません。紫を割ってませんので、ここはそのまま我慢したいと思います。金曜日、はい、週足見てみましょう。週足ですね。はい、20日周線を超えてきたというところの、強い場面ではありますが、2000円に、阻まれているというような、ポイントかと思います。はい、下から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですので、団長はこの下半身に入りましたので、一旦ここで利確して様子を見たいと思います。ただ引き続き上昇場面と捉えてもいいかとは思います。はい、行きましょう。月曜日、ああ良かったですね。利確しており下落してしまいました。その次の日行ってみましょう。水曜日、ここは入れませんね。見送ります。木曜日、はい、ここも逆下半身になりましたので、一旦打診売りしてもいいポイントかとは思います。ただ上に赤、緑にありますので、ちょっとここは嫌なので、打診売りできる方もいると思いますが、団長は一旦ここも、エントリーしないように様子を見たいと思います。はい、次の日いきましょう。金曜日、やっぱ上がりますね。はい、その次の週行ってみましょう。月曜日、火曜日、水曜日、これはかなりこの上げ下げのポイントになってきてますね。やはりこの辺であまりエントリーしない方がいいということでしょうか。はい、次の日いってみましょう。木曜日、下げですかね。金曜日、はい、一番上から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、これ青割れたら下落確定かもしれません。行きましょう。月曜日、粘りますね。はい、火曜日行きましょう。
上がってきました。一応下半身ですね。緑が上にあるので、ここも一旦団長は様子見したいと思います。水曜日、木曜日、金曜日。はい、かなりパワーが溜まってきてますね。完全にここは持ち合ってきてますので、この後は一気に、そうですね、ここで集中してきました。この後は一気にですね、上に抜けるか下へ抜けてしまうか、どちらかと思いますが、ここはエントリーせず、決まった方向線が出る方に、ついていきたいと思います。はい、行きましょう。月曜日、まだ我慢です。火曜日、まだ我慢。密ですね、完全な。水曜日、あ、抜けましたね。これは下半身になりまして、紫、青も下に入ってきましたから、団長はここで一旦打診、外をしたいと思います。はい、行きましょう。木曜日、上がりましたね。これで先ほどの2000円、この壁にもう一度トライしてくるというところかもしれません。ただちょっと嫌なのが、上ヒゲで2000円まで行って、その後下落してこの日終わっているというところが、少し気持ち悪いポイントかと思います。はい、行きましょう。火曜日、失礼しました。行きましょう。金曜日。難しいですね。ここは、1、2、3、4。もう一旦利確してもいいかなと思うポイントですが、やはり赤と黒を陰線で割り込んでませんので、まあ、一旦、そうですね、トライしてみたいと思います。行ってみましょう。月曜日。はい。ここはもう完全に、そうですね。はい、一旦利確しておきたいと思います。また下半身来るまで待ちたいと思います。行きましょう。火曜日。よかったですね。切っといて。水曜日。うん。もう一度下半身来ました。ここで緑、赤での下半身というところで、確率は高くなっていると思います。というのと、あとはここが底値だとすると、上がって一度下がったんですが、下値まで来ず、上昇し始めていると。いうふうに判断すると、下値切り上げの局面になってますので、一旦上昇トレンドに入ったと見てもいいかとは思います。行きましょう。金曜日。トレンド入ってないんですかね。やはり2000円がちょっと重たいですね。はい。次の週行きましょう。月曜日。あ、抜けてきますかね。火曜日。はい。これは完全にこの2000円ですね。2000円に大きく阻まれてしまっているというところになってますので、なかなか抜けないかもしれません。で、ここは、陰線で、赤と黒とクロスしてますので、撤退ポイントと考えていいかと思います。はい。一度ここは、ここでエントリーしまして、ここで撤退なので、多少の損は出てますが、撤退していきたいと思います。次の日行ってみましょう。水曜日、木曜日、金曜日。はい、金曜日でようやく再度下半身来ましたね。しかも2000円を若干ですが超えてます。2048円で終わってますので、ここは再度エントリーしたいと思います。理由としては紫、青、緑、赤、これで一応パンプかパンしっかりとしたということはまだ言えませんが、ここから密の状態からは多少、この移動平均線がばらつき始めてますので、トレンドが出てくると期待して下半身でのエントリーになるかと思います。はい、次の週見てみましょう。月曜日、抜けましたね。ようやく来ましたね。これでいったかと思います。はい、火曜日、ああ行かないんですかね。頑張ってくれ。行ってみましょう。水曜日、頑張れ。これはまた下がってくるかもしれませんね。打診買い、ここで打診買いして、赤と紫、そうですね、赤と黒ここで来てますが、あと1日だけ見させてください。行きましょう。木曜日、あ、ダメですね。これで完全に撤退です。団長は一旦ここで撤退したいと思います。行きましょう。金曜日、はい、週足見てみましょう。重いですね。2000円がなかなかというところなんですが、まだ、ただしですね、ここ5日終戦が一応上向いてますね。で、20日終戦も今までは下落でしたが、
下の方向から横ばいになりかけてます。で、一番下根からすると多少切り上がっているような雰囲気に見えますので、やはりここは再度上昇していってもいい局面かなと思います。で、この青と紫がかなり上の方にありますので、上がったとしても再度この辺で負けて、再度下落していくような局面か、このまま下落するんですが20日終戦にサポートされて日大で上がっていく、まあ、どちらかのストーリーで見ていきたいと思います。はい、いきましょう。月曜日、下落ですかね。火曜日、下落してきましたね。水曜日、木曜日、金曜日、ここはもしかしたら下落に入ってきてるかもしれません。ただ紫と青の間に入りましたので、ここは団長は一旦、手控えて、様子を見せしたいと思います。はい、行きましょう。月曜日、やはり下がってきますね。火曜日、ここはまた難しいところですね。上から数えて1、2、3、4、5、様子見しましょう。水曜日、木曜日、金曜日、はい、このままいきます。月曜日、火曜日、なかなかエントリーポイント来ないですね。水曜日、木曜日、はい、来ました。一応下半身成立しましたね。下半身が成立して、緑、青の上に来てますので、一旦ここで打診買いをしたいと思います。はい、行きましょう。金曜日、上がりましたね。ここはうまく成功しました。はい、週足見てみましょう。失礼しました。このまま行きましょう。はい。月曜日まで来てしまいましたので、このまま行きましょう。火曜日、水曜日、また2000円ですかね。木曜日、下から数えると1、2、3、4、5、6、7、8、うわ、これは団長がここで、打診買いしましたので、切るべきでしたね。2000円でごちゃごちゃやってる時はスッと切った方が良かったかもしれません。はい、ここで一旦完全に赤を、逆下半身になってしまいましたので、撤退をしたいと思います。で、そうですね、ここで一旦綺麗な逆下半身になってますので、下に緑がありますが、一旦打診売りをしてみたいと思います。はい、行きましょう。火曜日、水曜日、やはりこうなりますかね。木曜日、はい、持ち替えます。下から緑赤での下半身になりましたので、ここでもう一度、買いでエントリーしたいと思います。金曜日、ここ出ないですね。そのまま行きましょう。月曜日、火曜日、抜けないですね。水曜日、あ、難しいポイントですね。ここは全然2000円から上昇してくれないという非常に難しい場面を団長は今日は選んでしまったのかもしれません。はい、行きましょう。木曜日、金曜日、週足見てみましょう。これは、はい、すごいですね。コマコマコマになっちゃってますね。もう完全にこの2000円が分厚くて、ただこれを抜けるとですね、一気に上がっていくような気持ちもいたします。20日終戦も気づけば上を見ているというようなところなので、やはり上昇を期待して、注目していきたいと思います。はい、行きましょう。月曜日、はい、ここで打診買いしたいと思います。行きましょう。火曜日、水曜日、木曜日、あ、来ましたね。来たのかな。下から数えて1、2、3、4、5、6、7、7の上髭でとりあえずポケットにお金を入れておきたいところですが、8、9ともう見てみましょう。
これちょっと気をつけるのが前の高値ですね。こういった時こそ、冷静に前の高値で当たって下落してきてる気がしますね。これもう一個前もここにあるんですよね。これも似たようなポイントですね。1,2,3 と。さあ、悩みどころです。本当にここで下半身で入って抜けてきてくれたんですが、行きましょう。綺麗なパンパカパンです。パンパカパンを信じて、ここは、利確せず様子見して、抜けることを信じて金曜日のボタンを押してみます。行きましょう。金曜日。うわぁ、微妙ですね。そのまま行きましょう。月曜日。上がってきたかな。はい、下から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9。 はい、9日まで過ぎましたが、パンパカパンなので、陰線2本が出るか、赤と黒が、交わってしまうかのところまでは引っ張っていきたいと思います。いきましょう。ここで一気に上がっていけば、この辺でやられた分全部取り返せますね。いきましょう。火曜日いきましょう。火曜日、うわー、これでもう終わりですね。団長は一旦ここで利確したいと思います。なので、ここでエントリーして、ここで利確なので、まあ、利確というほど取れてないような、そうですね。はい、次、また下半身で売るまで待ちましょう。行きましょう。水曜日。木曜日。金曜日。ああ、抜けた。そうですね、抜けましたが、ここは大きな上髭なので、下半身で、下半身でありますが、エントリーしにくいところですね。週足見てみましょう。やはり上、そうですね、長い局面で見ると上昇していったというところで、読みは合ってましたね。はい、ただなかなかこのメンタルが、しっかりこういうの練習してないと、実際のトレードではなかなかこの辺我慢できないような気がしますね。いいところを練習しているような気がします。はい、行きましょう。月曜日、あ、上がってきますね。火曜日、うわ、下がった。危ないですね。何もエントリーしなくて逆に良かったです。ここは下どうなんですかね。これは数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 で下落、15で下落ですね。はい、火曜日行きましょう。か、金曜日、パンパカパン、そうですね、パンパカパンなんだけど、パンパカパンの勢いがないような、もどかしい場面だったと思います。はい、じゃあこの後少し見ていきましょう。ここから上がってくるのかな。うわ、上がってた。やっぱ上がってってますね。うわー、ということで、そうですね、この終わったらへん直後からギュッと上がってたという、なかなか惜しいところですね。今のこの2000円のこの壁の時に上がっていくのでは、上がっていくのではということで、打診買い、打診買いをしてましたが、なかなかうまくいかなかった場面でした。ただ、これをコツコツやっていけば、この上昇取れてるということなので、やはり相葉先生のやり方で、下半身ではエントリー、撤退ポイントはしっかり撤退するという細かな作業をした上で、ここをざっと取っていくというのが、必要だったかと思います。はい、以上今日は住友金属鉱山株の株価観察でした。最後までご視聴ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。また、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。